今回紹介するのはゴジラエッグよりキングギドラです。幾度となくゴジラと戦ったゴジラ最大のライバル怪獣になります。パッケージには1965って書いてあるんで、多分昭和のキングギドラですね。おそらく怪獣大戦争の時のキングギドラをモチーフにしていると思います。これがエッグモードですね。全身金色にできています。それでは変形させていきます。まずは羽を開きます。次に足を出して尻尾も出します。最後に首を展開してキングギドラのアタックモードの完成になります。ということでキングギドラアタックモードです。こう特徴としてはまず首の部分はこんな感じで稼働するんですけれど、全部軟質パーツでできています。やっぱりキングギドラなんでゴジラよりほんのちょっぴり大きいですね。ちなみにこのキングギドラの首はこんな感じで取ることができます。ということでゴジラエッグのキングギドラでした。次の動画ではガイガンを紹介します。